はい、暗い中すいません、小宮平気です。さあちょっとですね、今日雨降ってるんです、北海道で。ちょっとね、ゆがんの時にもやったんですけど、雨の時の車内の音はどういう音するのかっていうのをちょっと検証でやっていきます。で、今これサンルーフ閉めた状態、サンルーフのカバーを閉めた状態なんですけれども、はい、この雨の降ってる音、まあ、こんな感じですね。で、逆にちょっとサンルーフのカバーを外したら、まあやっぱうるさいですよねそれはそうだけど、はい、ということで今日はですね、まあ、高級セダンでもあります、今回フーガで、ちょっと、まあ、どれぐらい音するのかなっていうのを今日ちょっと検証動画として残しておきたくて今回動画を撮りました。まあやっぱり高級セダンだけあるので、やっぱりエルグランドよりは、まあ、作りもいいのか、やっぱり静かですね。いや、音は全然しますけど、あのエルグランドみたいになんかその鉄板っぽい音っていうの、なんか雨に打たれてる時の鉄板の音、まあ、あと雨の降り方のにもよるんですけれども、まあ、今日はまあそれなりにそんな強いほどではないんですけども、まあ、撮っていきました。まあ、これが検証動画として、まあ、皆さんね、気になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、今日はですね Y50 のフーガ検証をしてみました。もしよければ高評価お願いします。ではまたお会いしましょう。コミファンユキでした。さようなら。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録、高評価の方お願いします。この画面上にありますアイコン、おすすめ動画になっておりますので、よかったらぜひチェックして、高評価チャンネル登録の方もお待ちしております。コウミヘイケでした。バイバイ。